歌詞の内容、曲の持ってるなんていうんですかね、力強さはやっぱリダ君っぽいなと思いましたし、歌った時にまあバッチシ僕のキー、僕の癖、まあ声に合う曲として作ってるなとは思いましたし、まあ歌っててすごい違和感がなく、まあ気持ちよく歌える曲に仕上がってると思います。まあ、リーダーさんは結構毎回こう歌詞もデモからつけてきてくれるので、すごいあメッセージ性があるなって思ってて、今だからこういう聞こえ方するっていうのはあると思うんですけれども、今後もやっぱりずっとバンドをしていく上では大事な曲として育っていくんだろうなと思いますし、皆さんの心にも刺さってくれたらいいなと思ってます。うん、暁という曲がどこかで耳に残って、何かの時に頑張ろうと思える時にその曲を思い出してもらえたらなっていう、ちょっと、誰かのちょっとした力になればなと思って作った曲なので、やっぱりこう何に対しても年齢問わず、たくさんの方の、元気の一つになればなと思っています。今、この時代、この状況の中で特別なメッセージを伝えられる曲というものがこの暁だと僕は思ってます。この今の時代の中を、生きていく人にとっての特別な曲だと思ってますので、僕たちにとっても今これから、この曲を聴いてくれるあなたにとっても、これからの人生含めて、大切にしていただける、曲になったらいいなと思います。たくさん聴いてください。